実はですね、何度もお世話になってます、埼玉県は、ウハウハ会館さん、うん、3連戦の中日ってことで、6000枚でしたっけ、中日さん6000枚軽く目標になってましたけど、うん、3連戦でもあんまり勝てたらいい、安定して1000枚ずつ取らないのが一番理想だ、はい、だからもう今日から明日のテーマに関してはもうリラクゼーションです、リラクゼーションこれ気持ちいいよね、これ買っとくか一旦こいつからそうじゃない、うわ、気持ちいい、やばくない、これやべ、今日はリラックス、あそこです、なんか店の前でさ、パン売っててさ、うまくて買っちゃった、は大丈夫よ、そんなことしてる場合じゃないよ、さあ、パンパン出ましょう、これで流れ変わったと思うんですよ、おお、来た、パンの力、いけ、1、ほら、よっしゃラパありがとう、ラーゲンさん、これが戻ってさ、3回転ぐらいだって、やば、応援して、まくったマジ買ってよかったよ、買ってよ、パンダホマジですごい、ここ、これもやりたかったよ、プラスの317枚、いやー、よいしょ、素晴らしい、でも今日はもう、僕も何もしてないです、正直、そうなの、彼です、次回は多分、とんでもない大負けか大勝ちか、これもうギャンブル界になると思うんで、ぶちかますか、皆さんこんにちは、こんばんは、中銀です、ジャスティン翔です、やっぱこれ気持ちいいね、聞ける、何やってんの、これやばいよ、これそれも前回で終わったからそのあれは切り替えなきゃダメ、切り替えをせないかんで、そう、まあ、というわけでですね、はい、まあ、3連戦の最終日ってことで、はい、今2連勝です、はい、2連勝中で、はい、一昨日東京にいて、はい、埼玉にいて、はい、車を走らせて今栃木にいます、来ました、すごいです、関東もグリーンでグリーンしてで明日が、我らがビッグマッチですね、来た、勝ちです、正直今一番熱い店ね、前回さ、うん、あれだよね、カバネリ、カバネリ前だったよね、そうで俺あんまそういうことせんねんけど、うん、店のデータ終わって調べたよ、うん、なら客側のプラスが10万枚、10万枚、うん、1人当たりの平均プラス300枚とか、やばっ、だから行けば平均期待値的に誰でもどこ座っても300枚勝てるっていう、なんで俺その時に負けたん、そうね、まあ明日もね当然積もりたいと思ってますし、はい、まあ、目標立てました、うん、せっかくなら万枚とか勝ちたいねみたいな、うん、って言ったら今現状こんぐらい勝ってました、すごっ、4000枚ぐらい勝てば満杯だ、これ3日間で満杯なんすよ、余裕だな、こんなことあるよ、初日は俺がちょっと稲込んでバカ出しして、バカ出した、で前回翔さんが、うん、50円までバーン出してくれて、出した、今こういい感じでこうやってるから最後は2人でこうガッガッやるっていう感じになるのが一番いいかなと思ってやりましょうか、はい、まあ、ちょっと時間あるんで、うん、ちょっといいとこ行こうか、来た待ってたよ、最近なかったからパスポートというか、まあまあ行けば分かるんだけど、めちゃくちゃ喜ぶと思う僕が、うん、ちょっとナビさんの車走らせてください、待って見て、うん、大谷、おお、すごくない、あの大谷って呼ぶんだ、あ、大谷って呼ぶ、大谷やった、もう演技いいよ、好きやろ、はい、普通に言われちゃったんだけど、うん、大谷好きやん、うん、大谷感動みたいな、もうで俺が見たかったのは、まあ、これもそうなんだけど、こっち、はい、こっち見たかったよ、平和観音映る、めちゃめちゃ映るこれいいね、いいっすね、あれじゃん、あれ、ほら、何これでかっ、すげえ、これ映るかな、これマジでけえ、このでかさ伝わるかな、ね、じゃあね、27m、 27m なんだこれ、はい、はい、これマジでいい写真を、迫力伝わる、こんぐらい、こんな感じで、うわ、すげえすげえわ、もうでかいんですよ、でもやっぱ似顔とこにならなあかんやな、俺も、あ、まあそういうのも含めてね、もっと有名にならなあかんから、はい、あるじゃん、いいとこ、いや、見つけたんや、マジでいいね、でもしたら翔さんが、うわ、大谷だっていう件、いや、それはごめんって、あんだけなんか大谷の歌に書いてあったら言っちゃうな、あ、でもこっちがそんなの、おはようございます、
うっす。乾杯ないですね。そっか。来るたびバイバイゲームで増えていくんで。5、600おるじゃん。やばいね、これ。地元の学校で多いわ。いや、マジ多い。で、6.5 号機座れてたら、少なく見積もっても100、200はもう無理や。200は済ませるかな。300やったら玉お玉、玉やな。350。350はね、うん、帰る。350は気さくやな。いや、マジ抽選だけ、もうほんとに、ここで1日が決まる。この動画がいいかいか。そうよ。クソかいかが決まる。マジでそれ。うん。ちょちょちょ、マジである。ほんでいい、ほんでいい。あ、ちょ、はい。せーの、はい、どん。おっちゃった、おっちゃった、声出ちゃった、やばえ、やばやば天才やったいや、分回しはもうオープニングだろ、オープニング何ですか、オープニングしたい、楽しいな、楽しい、これはでもね、俺やっぱ思った、やっぱあの 6.5 キロ島よ、あっちね、あの2島やっぱ強い、なんでもいいわ、なるよね、ほんとに、あ、取れたらいいと思う、あ、もう、なんでも出る、呼んでる、呼んでるね、うん、今日は風出てる、神がパスを返さないか、ワンマイよ、さあ、行くぜー、なんでも取れます、あとは鬼武者だと思うんですよ、うわ、みんなカバネリだ、あれカバネリだ、私は鬼武者です、もうここでしょ、ど真ん中行きましょう、一番目指すとこ、さあ、おはようございます、ビッグマッチ、ズドビア店やったぞ、カバネリ1台ぐらいはもしかしたら空いてると思うんだけどな、あ、無理無理、危ない危ない、カバネリ無理でした、カバネリ無理でした、バイオバイオバイオ行く、バイオ行く、危ない危ない危ない、へこんでる方がいいもんな、よし、こっちにします、こっちにします、バイオだな、来た、バイオで行くわ、取れた、バイオ取れた、はい、あざーす、まあでも狙ってた鬼武者とバイオ取れたってことで、うん、これ素晴らしいじゃないですか、もうぶん回しでしょ、これも勝ちよ、正直で500人よってあの店内状況で、ないないない、狙い台取れてっていうのはないと思う、まあないと思う、でまああの3連戦で昨日までであのめちゃめちゃ勝ってますと、はい、これはもう今日で満杯、これいけますよ、余裕です、はい、いける、はい、じゃあ5ゴール10で5、はい、なんか重要しいですか、今日の意気込みとか最後一言言って、ないないもう時間もたない、こんないいワン取れないから回さな、そうね、一回転でダブル6とかも全然あると思うんで、あるよ、全然あるよ、はい、本当に頑張っていきましょうよしよし、行きましょうか、行くぞ、俺らにあの大観音様のパーついてるから、あ、そう、大谷の町やからね、そう、うん、行きましょう、あのおかげじゃない、いや、もうあると思う、両前ヒケだろ、はい、パワースポット行ってきましたからね、二人ともやん、はい、そういうことよね、そういうことです、よしあー行ってよかった、いいね、今日はなんかあー行ってよかった、今日はなんか気持ちよさそうやね、朝からねこんな嬉しいことないかもこれで負けたら相当やばいからね俺もやけど、負けるわけないんだ、こんな状況よくて負けるわけない、絶対負けられない、大丈夫だ、はい、行きましょう、よし、ジャスティンショートナイドクズドーおーし、これ抽選94番かな、で、狙い台であります、狙い台の一つであるバイオ取れました、全員当たってます、はい、マジであると思う、これいきます、上がる、これは上がるぞ、設定良さそうなバイオなんて打ったことないから、うん、非常に楽しみです、おはようございます、12番を引いて鬼武者の6を打ちます、いや嬉しいよ、ほんとね、宇都宮でね負けっぱなしやったんで、もうとてつもなくいい番号引きたいと思ったら12番引くっていうね、もう間違いない、これ多分今日まんま行きますわ、俺まんまの出し方をしてます、鬼武者で、そう2枚目、当たらないんですけど、みんな当たってんのに、これ一番悪いのはいい台やったとして腐らすってパターンが一番良くないからね、なんで俺だけ当たってねえんだよ、はぁ、諦めないでじゃないのよ、もういてやばいて、朝一天井行くやんけ、これ全員当たってんだよ俺以外、あー頭来た、絶対 AT 入れて出してやるからな、お前すいません、いやもう長いって751ゲーム、21,000円かかりすぎやって、それは、はい、本日一発目、いやこれは想定してなかった、ちょっと750ゲームハマるのは、
いや、じゃあポーズチャレンジくれや。よし、ちょっと調査見に行ってくるわ。一旦状況を伝えて。あ？750のさ、最悪やと思ってさ。終わりやな。もっと幅取るぞ。終わってん。おっちゃった、おっちゃった、やばい、やば、天才やった今何とか勝ててる、神が。私は鬼武者です。これで負けたら相当やばいから。負けるわけないじゃん、こんな状況よくて。まんまの出し方をしてます、鬼武者で。いやもう今日は負けよう、いっぱい負けよう。もう全然、それは違う、全然よ。中途半端なんだよお前は。じゃあ1個で終われや。中途半端、一番おもんない、一番寒い、一番寒い。そうね、3万。あー、あと5万いける。もういけるってな。いやもうお金使わねえや。頼むよ、フリーズ頼むよ、2000フリーズ。よっしゃ、よし、ゲーム数よりマジで少ないやない。32枚、これやってるわ。初めて見た俺。32枚、32枚、ベル4回ぐらいよ。そう、はい、これだけ、ね、これ制限もやった。これだけ、これだけ29000円。これ32枚。わけわからんて。どうぞ、でもまだいくよ。もうないぞ、もう32枚。いらん、あんないらん。ほら15枚、これで15枚だわ。これ2回で AT、 もう実質 AT 今これ。俺出すわ、俺が出すわ今。 AT やから、でも俺 AT 違うから。ダメだこれ、やばいやばいやばい。これはやばいよ、絶対伸ばさないか。これはちょっと待って、これ大変よ。今投資2人で5万いってますね。もうくぅ、343万円。ダメだな。今タバコ吸ってきてちょっと冷静になりました。多分今まで鬼武者打ってきたんですけど、結構32枚は初めてです。大丈夫、500人中12番引ける引きを持ってるんですよ僕は今日。まあ、でも朝一からモード C には飛んでるんで、プラスなことを言うと。9000分の1、ハイパーっすね。ここで引くんだなぁ、 AT1 欲しかったなぁ。当てます。今日ベルタイマー270ゲーム、37000円。あー上乗せ、はい。さっきの今日ベルか、内部的に当たってて、きたよーし、それはマジで嬉しい。しかも継続、あおー、あー今日ベル、え、あリーチ目、裏ボードやったんかな。でかっ、素晴らしい。
ます。一気に帰ってくるわ。今日ジャックか、頑張れ。ダメだー。いやでも結構帰ってきましたね。850枚、半分ちょいかな。いや楽しかった。よし、ラスト。よし、やりました。541ゲームほぼ飲まれたけど、ここでスタバル消せばいいだけ。15分の1です。行きましょう。頼むぞ。3、2、1、はい。いやまだわかんない。よっしゃー、いいだ。ダッシュ。これ80杯以上なんですよね。いやいい、十分十分やりました。これが抽選十字馬引く男です。うわー、来たー、リーチメッショ。違う、強チェリーやった。はい、よっしゃー、いいよし、めっちゃ取れ。おーっしゃー、ありがとう。きたでけー、やりよった。これまくりやな。あー、いきそう、気持ちいい。あー、しるでだ。諦めるわけにはいかない。よいしょ、今の復活のセリフやったから。よし、39ゲーム、こういうことよ。さあ、4回目の当たり。早かった、早かった、早かった。おしゃい、取れた、パンデミックボールス。よし、この地図つなぎで1000枚出したらいいよ。一応もらった。はい、トータル20からの4回ミラーザトラッシュ、60ゲームスタート。おい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 、バカよ、取ってんじゃねえかこれ。きたー、マジ絶対、これは絶対、さすがに。よし、わあすげえな。オッケー、間に合った。残り10ゲームちょっとやった。さあ、ここでやれさえすりゃ勝てるんやから、この台は。いきます、いきますね。よし、リプレイ、リプレイ。よし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 、いらない。よし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 、いらん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 。あー、むずいなー。7いっぱい揃えていきましょう。いや1個はくれな、マジで。さすがに赤。よーし、これはもらった。イエス、オッケーオッケー、きた、赤赤。うわこれは初めて見ました。
2個目、サンキュー、オッケー。いや2個でけえよこれ、まくれるぜ。今500枚、600枚ぐらいあるんでトータル1000枚出せるねこれ。うわー、どうした、どうした、中金来た、やっと来た。はい、 GoTo パンデミックチャンス2個いただきました。おっしゃ、あーたまらん、もうほんと面白いおもろいな、面白いなこれだよ本当。よし、このボーナスでまくりました。はい、投資2万7000がまくってます。はいよ、930枚、これでまくりましたね。翔さんに言いに行きましょう。やらかしたわ。同じ流れやな。私今まくりまして、あれ2万7000円。マジ、はい、今が続いてます。お昼、お昼です。最高のお昼おれ危なかったマジで。ごめんね、ちょっと朝、いやいや、頭に血が落ちたからさ。いや、マジおかしかったよ。おかしかったね。でもあれおかしになるわ。だってゲーム数より毎日のが少ないもんね。しかもあれ、あ、お派手やからね。1500万円なんかな、はい、でまだ継続します。素晴らしい。だから投資が3万7000円なんで、まあ、ほぼ今損と。うん、なるほどね。うん。僕が2万7000円の1200枚ちょっとで、さっき終わったんだけど、うん、今持ち玉が1700万。勝ってるやん。500万ぐらい持ってます。どうなの設定。それがフィギュアが明らかに偶数をね、うん、青ばっかりの、うん、1否定の構成テイストはジャック1回、強1回で246ではあるなっていう。俺も偶数した多め、てか偶数したら出てないバケジャック1じゃダブルオクあるよ。構成っていらないもんね。いやバケジャックいらない一撃出りゃいい。2でそうだよ。朝だけ最悪やった似てるね俺と。そうそう、ほんと似てるね。今回が一緒でしょ。これ何ユリンチマヨネーズびしょびしょ定食ジャスティンズスタイル。喉とか乾かんの。水も飲まんけど大丈夫。水も来たらいい。うん、喉乾くよ。水ってるマジか。あ、4連ぐらいかな。1790枚、ただ大まくりっす。いやー、よう頑張った。で、どうするかやな。いや、もう打とう今日はこの子。当たったわ。454ゲーム重いはず当たり、やばい。500分の1ぐらいじゃないですか重いにも程がある。あー終わった。201枚、ない正直ちょっと長金さん見に行ってきますか。どうした俺の悪さやね。あ、本当。今ちょうどさ、いいタイミングで来たわ。4否定が出たんよ。おう、2か6やな俺も。まあ追ってもいいんじゃない、もうちょい。いや全然追うと。いや6あると思っていくから俺。青のリプレイだけで G バトル当たったりと かいいとこ出てきたよ。6あるね。6全然ある。調べたら 0.4% か 1.6% やったな。そう、あれマジでないのよ。で、この状況やろ、多分当たりやな。まであるなと思って。どうすんの。いや、やめようかな。あ、やめる。初当たり重すぎるわ。500分の1ゲーム。いや、きついね。まあ、頑張ってください。打つもんないっすね。追うか。あ、いや、え、こんなん見たことないっすよ。下バレもフラッシュしたんすよ。何これ、何引いた俺。え、え、リーチ目だこれ。めっちゃ設定されるやつ。通常時のリーチ目出現率設定1で48,570/1、6だと5107/1で、2だとね1万5000分の1なんすよ。
まあ重いからな、まあ1ではないんかなっていう打てってことなのかな。オス1かましたし、うわー下まで来ました。これは猛烈やね。うわー何ゲーム乗るかなこれ。はい、10なわけないんで、ショッゴー。気持ちいいなー、ほんとめっちゃ乗れ。ガー110か。あー止まって、あードタンパス476枚。ここまで死差ゼロ、完全引きやなこれ。今やめればプラスですけどね。ハードボイルドってなんもないんで打ちますか。おい当たるんかい。シゴロゲーム、うー重い。ノッ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 、なになになに、さくらー、さくらー、うーこもう絶対違う。強ジェリー来たぞ、いきます、サイ、さあ何も取る、来い、ゲット !310!310! はぁ、あ、はぁ、行きそう、はぁ、あ、いや十分十分、最高の310。てか、めっちゃプラスになるんじゃないか、これ。今でトントンなんで、これ分プラスです。完全アーム。継続うまし。よーし、下バネ消えました。青じゃん。初めて見た。青なら確定だ。かっけーリーチ目やな、これ。ああ、消えた。1266枚、十分すぎますけどね。ここら辺かな、潮時は。時差も出てないし、初当たりも重いし、ちょっと相棒の中金さん見に行ってみるか。ちょくった、ちょくったマジ、今強制から。でも要素は出てきてんだね、いろいろね。そう、だから俺は腐らせてる可能性が高い。揉んでる？一生揉んでる。俺ももう終わろうかな、鬼武者は。もう何回やめるって言いに来たっけ俺。ただ3回目かな。本当にでもやめな気がする。今1000枚ぐらい浮いた。すごいね、それはすごいよ。まあ周り見てて感じ。そうね。あとちょっとだけ。今初当たりが460分の1なんで、まあ、設定1以下だけど1000枚ぐらい勝ってるっていう、まあまあの奇跡。は？あ、これで？リーチ目じゃん。2回はさすがにやろ。わからん、わからん。おう、ビッグばっかやな。よし、すげえ。一応前回の20ゲーム、はいはい、あ、またリーチ目にいた。
そう。あ、やめた売り作戦だ。バレた。朗報なんですけど。うん。直撃2回目。マジで6じゃん。マジ3日で満杯かでるチャンスだ。え？これはやばい。これはやばい。50パー。だって柳さん、これ取ったら多分確定確定。これ初めてやね俺。うっべえ、マジ緊張するこれ。やっぱ50杯、50杯やんな。よし、行きます。もうすぐ来るやんな俺。これでもう、これでもう終わり。まだやろ。来たよ、タイラとバトル215ゲーム。俺できるかな、50パー。鈍いちゃんな。さあ、行くぞ。2、1。絶対取る。いやいや、復活とかあるから、こういう系は絶対。あ、そうかそうか。復活とかあるから。ブーンやろ。ガッ。まんまいってむずいっすね。けー、余った507ゲーム。だいぶハマりました、久々のあたり。いやー、もうハメとる場合じゃないよ、時間帯的にも。もう7時半やから、もうこれ本日最後の AT と言いたい。感想まで持ってこう。六角。うわおい、6レスター完璧じゃん。6レスターはこれ6なんよ。マジクソ、マジクソ、腐らせまくっとる。きついよ。バイオの6こんなんだろ今ね。5000ゲーム以上回してね、3、40枚浮きやねこれ。とんでもないね。時給3枚よ。うわー、でも初めて見た。初めて見た。すっげー。だからちょっと、まあ閉店まで分回したな俺は。マイナスなんですけど、ズルズル飲まれていくわ。あー、くそ。いいじゃん。ちょっと待って、タイラント高額っぽい時に境地1を引いた。422ゲーム右。あるよ。ここでタイランと行ったら劇的なんだけど。ここだよね。うわ、ちょ待って、これあってもいい。タイランと今回バマチかよ。やっぱ来た。やべえ、やべえ、2回目やべえ、やべえタイミングで来た。これいけば今日プラスで終われるよ。これダメだったら今日マイナスだわ。もうこんなハマってんの。ちょ、もういいやろ。 50% だぜ。ちょっと頼む、これいったら勝てる。頼む、マジで頼むぞ。ちょっとお願いね。よっしゃー、完璧。よし、いったわ。分回し試合433ゲーム、スーパータイラットボーラス。 OK。 はい、こちらバタドラッシュ。これゲーム数無限っすね、ボーナス来るまで。うわー、もううわっ、もうすっと頼むよ、すっと。怖いから。おー、664枚。ドゥ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 。え、マジ正真正銘終わり。終わったー。
まあ、ちょっと弱いと思いますけどね、987枚。翔さんにも言って今がやめ時だと、もう1時間ないんでね、こんなグラフなんですよね。6です、これ完全に下振れてるだろ、これ。これね、高絶対差いっぱいの、1否定、4否定、6角流して終わりますわ。まあでも言うてプラスになれたんでよかったです。お疲れ様でした。どうした？立った。大変でした。くたくたやね。いやもう久々よ、この7000回転、8000回転ぐらい回したの。俺も7000回転から。お先に結果から言いますか。はい、僕が言いましょうか。じゃあね、お、投資が27本、まあ、そこがまずおかしい、ね、あー高いね。それが1点だよ、まずね。そこおかしいじゃん。おかしい。2万7000入って、ね、まあ、46枚勝ちで1242枚。はい、回収がですね1710枚。うー、バイオの6、機械割り 110% です。1日、まあ、7000回転ぐらい打ちましたね、プラスの468枚。 102% ぐらいかな。やめろよ。俺の 8% 返せよ。どこ行った俺の 8%。 うわー、そう、意味が分かる。しかももっと最悪なのは、そのタイランドの中で負けてたからね、余裕で。マジか、ひどい。でもプラスやからね、まあね、まあまあプラスなんで、まあ、贅沢は言わずに、まあ、言ったこと言うとしたら最悪。勝ったような負けたようなみたいな、ね、なんかこうモヤモヤする。分かる分かる。よかったです。やっぱりビッグマッチ入ってるなっていう。あれ並び中金さんとこ。僕の右も5、6角出て、うお、でそれも結局プラマイゼロまで戻ってたんで。マジか。ちょっとなんか今日のバイオ元気なかったね。基盤悪かったからね。また積もらせていただきまして、本当にビッグマッチ、すげえ素晴らしい店ですね。いや素晴らしい。はい、そしてはい、僕が、はい、新鬼武者朝から打ちまして、はい、投資が37本、はい、1702枚やったんですけど、はい、まあ、最大からちょっと減っちゃったんですけど、はい、回収が3777枚、プラス2075枚。俺それ俺がやるやつ。逆やろな。6666俺6で、僕の鬼武者はおそらく半分、うん、で設定配分が、うん、でパッと見たけど、うん、俺は違う。俺666俺やん。6それやるの3700万。俺すごいね。でもえだから、まあ、56とかではなさそうな台で3000枚以上出したってことや。うん、資産もゼロ。すごいね。だって何回もやめるやめるって言ったもんね。そう、やめるごとでなんとか出した感じ。やめるごとやばかったもんね。うん、まあでも僕は468枚プラスだったんで。惜しい。すごいよ。今日のプラスが2543枚。3連勝。3連勝で、まあ、ざっくりですけど8000枚、3連戦で勝ちました。惜しいね。いや、ワンマイ勝ちたかったけどね。いや、しゃあない俺のせいよ。正直俺のせいよ。まあ、2000枚ぐらいプラあるからね。そうやろ、うん、俺腐らしました。まあでも、あの3連戦やって十分でしょ。3連勝は9000枚8000枚勝ったってことは、なかなかできんことやから。上出来だと思います。また来月も再来月も。おございますね。あれもう僕らのもうホーム、嬉しいな。今現在クズの恩返しの一番のホームということで、もう決めようと思いますので、今回の恩返しとしてはまだまだあと2回ぐらいね、はい、あるんで、まあ音楽じゃない、まあ、もう完全なる、ね、完全なるなんで、うん、しっかり休んで。そうですね、ちょっと飯でも軽く行きましょうか。じゃあね、後でね、勝ったしね。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。また来週お会いできればと思います。ではまた、さよなら、バイバイ、さよなら、来週、はい。